どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていくのはこちらということで、まあ、琉球王国でそもそも何ぞやって話なんですけど、まあ、大体1609年に、まあ、薩摩藩の島津氏の制圧を受けるという状態になるんですね。でじゃあこれ琉球王国どうすんのって言ったら、まあ、要するに徳川政権に対して忠誠誓いますよってことになるんで、徳川幕府に対してはこれお願いしますとか、これお願いします、ご挨拶に行きますというふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは、琉球王国はどのようにして、まあ、要するに江戸幕府に対して挨拶しに行くのかっていうのは2つしっかり覚えておきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。